第1問、第2問が優しくて、まあ、そろそろ本腰入るんだろうと思ったら、第3問もそのままだったっていう、東工大の10年、11年度の第3問なんですけども、まず、条件を与えられた時点でですね、この図が書けると思うんです。もう何の問題もないですね。綺麗に与えてあります。で、今、AX と AY の長さの比が1対 K だっていうことを言ってますから、X の座標を 1t と置いたらば、Y の座標は 1kt なんですね。で、その差額が k-1t になると。で、求めたい OPQ の三角形なんですが、ここのところ、まず OXY の面積を求めた後に、OX 分の P の辺の比と、OY 分の Q の辺の比をかけてやれば出ますよね。で、三角形 OXY は底辺 k-1t で高さ1で2分の1で、OX 分の OP は、これは長さの比そのまま使っていれば問題ないと。今 OP と OQ の長さの比ってこれ、OP と OQ ともに半径ですからね。1ですから長さ。ルート1プラス t 字除分の1。で、OY の方はちょっと見づらいですが、ルート1プラス k 字乗 t 字乗分の OQ、1ですね。で、三角形 OXY を考えてやったときに t が出てきました。これをもうこの形の時点で見抜けると思うんですが、t をルートの中に押し込んでやって、さらに t 字乗で割ってやれば、この部分が出てくるわけですね。分母のところがちょうど t に関する政治式が出てきますが、この形からもう明らかに t 字乗に関する t 字乗の項と t 字乗の逆数の項が出てくるというのは、そう、わかりますよね。あと定数の項だけ。というわけで、こういう関数になります。で、今、ここマイナスルート2分の1をしてやりました。で、波線の中が、部分がマックス、最大値を取るっていうことは、これ、マイナス2分の1乗ですから、三角形 OPQ、つまりこの式全体が最小値を取るっていうことですね。じゃあ、この波線部分の最大値考えてやればいいじゃないかということになるわけですが、k 字乗プラス1に関しては、これは定数扱いですから。ということは、この二重線分のところだけ考えてやればいいと。もう明らかに相加相乗の形ですよね。で、t がルート k の時に、三角形 OPQ、2括弧 k プラス1分の k マイナス1を取りますよ。終了と。ちょっと信じがたいことほど、東工大問題としては優しすぎる問題ですけども。しっかり、通りたいという学生であれば、とてもじゃないですよ。これを落としてる場合じゃないですね。しっかり4番につなげてほしいと思います。4番はこの調子ではないと思うんですけども。10年から11年度の東工大の数学、第3問の解説でした。クラスオクラウドの鈴木でした。